結界が、この結界がナシメ殿と卑弥呼殿を隔てていたのだが、まあ、この先に卑弥呼殿がいるかどうかも不確定だが。スス、俺は別に匂わないけどな。ほら、置いてくよ。Thank you.
やすみなり。見た感じ、ここが祈りを捧げる祭壇だな。はい、どなたですか？誰ですか？一体どこに？祭壇から何か来るぞ。かぐやさん、大丈夫？あ、卑弥呼様、もう何してたんですか？待ちくたびれましたよ。あれ、ちょっと背縮みました。卑弥呼様のお手伝いでここに来たのに誰もいなくって。やっぱり地球の人って来た道はちょっとの時間で随分変わるものですね。待ちくたびれちゃって、暇つぶしに今電子河原版やらしてたんです。あなたも卑弥呼様のお手伝いですか？そうだ、やっとアーリマンの準備が整いましたの。ついでだからアーリマン、あなたたちもごちそうになっておしまいなさい。今からゲエルヒトの何者だ？少なくとも卑弥呼殿ではないことは分かった。私の知る彼女は生きて帰れないの。貴様のような下品な身なりはしていないからな。あー、何？元より天使なんてありませんけど。今までの巫女は足詰めこいつの餌ってところか。
ている間に。まあ、成功。いや、だから。かぐやさん。まあ、とりあえずかぐやさんの無事ですし、戻りましょう。娘さんもきっと心配しているはずです。